お久しぶりです。眠いです。こんばんは。久しぶりのショールーム。やります。みんな。こんばんは。ということで、お久しぶりに配信をしたいと思いますが、みんな元気でしたか？ちょっとメールとか配信とかブログとか全然できてなくて申し訳ないなって思いつつ、ショールームもできてなかったし申し訳ないなと思いつつ、まあでもできないしなと思ってやっておりましたね。ということで、今日やる予定なかったんですけど、今日は夕方お仕事があったので、メイクもしてるし、そうちょっとやろうかなって思ってやります。ということで、昨日まで3日間コンサートがありまして、ありがとうございました。マジで終わった、嬉しい。もう本当に大変だったので、もう自分お疲れっていう感じですね。まあみんなもそうだと思うんですけど、本当に今日お仕事してるメンバーの皆さん、まあ、自分もまあお仕事だったですけど、まあ、みんなそうですし、今日公演っていうことが、ね、マジですごい。今日制服の目あってさ、もう私も今日あったんだけど、お仕事夕方からだから、朝起きてさ、リハーサルしてさ、公演してるね、今日制服の目に出てるみんな本当にお疲れ様って言いたいですけど、いやもう本当にね、なんか周年コンサートはもう毎年めっちゃ大変なんですよ。まあみんなもそうだと思うんだけど、もう周年って毎年毎年もうめっちゃ大変なの。もう1年で一番大変な仕事なのね。何よりも大変な仕事なんですよ本当に。どの仕事よりも一番大変で、周年がもう、それはもうみんな毎年のことだからみんなもわかると思うんですけど、そうもうさ、毎年大変なの。すごいさ、スペシャルなこともしたりさ、いろいろするじゃないですか。もう毎年大変なんだけど、もう今年がね、 SKE 人生の中で一番大変でした。すごく大変でした。もうね、3日間セットリストも全然違ったし、本当に大変だったんだけど、スケジュール的にももう頑張るしかないと思って、もう頑張ったから、もう今は本当に達成感でいっぱいです。ありがとうございます。もう本当に疲れすぎて、今日は夕方からお仕事だったんですけど、もう起きたら夕方の4時で、
そう、途中一回ね朝方に起きてポポさんのねあれだったんですけど、寝るだけでもう一回またバカって寝て起きたら4時で、わーと思って、もう本当にめっちゃ、でも今でもまだ疲れが取れてなくて、ちょっと近々整体とかそういうのも聞きたいなって思うんですけど、まあ、そんぐらい疲れたけど、まあ達成感でいっぱいですね。ありがとうございます、ほんまに。そう、いやでも本当に SKE に入って6年経つんですけど、もうダントツ一番大変でした今年が。そうっていう風にね思いました。ありがとうございました。だから本当にもう最後の最後、最後の最後にはな、何をどうした、あそう、もうマジで頑張ろうって感じでして、でも何の話してたか忘れたもん。そう、とにかく頑張りました。3日間頑張ろうと思って、まあ、そんな感じでしたね。で、まあ、6年目にして初めて選抜メンバーとしてのコンサート初めてだったので、まあ、いつもねなんかすごいねあれだったけど、初めてこんな経験もさせていただいたなっていうことばかりでしたね。もう見える景色も全然違くて、本当にすごい経験をさせていただいたなってね思いましたね。1日目も2日目も3日目も今回はセットリスト違くて大変だったけど、踊ったことない曲もあったし、そう、でもありがとうございました。すごいね、最後の最後まで出し切って頑張ろうと思って頑張ったので、もう本当に満身創痍って感じでした。そう、だから来てくれたみんなもねありがとうございました。サイリウムを変更してからの初めてのコンサートだったんですけど、まあ、紫ももちろんねいつもすごくどこにいても見えるんですけど、赤はなんかすごいより目立って、しかも3本だからすごいなんか紫よりも光ってすごい発色っていうかさ、なんか見つけやすくて3階の方まですごい見れたので嬉しかったです。そう、ありがとうございました。ちゃんとね2階席とか3階席に赤あったのも見えてましたのでね、本当にありがとうございます。そしてまあ今回は練り歩きもあったので2階席とか3階席にも行けたんですけど、ありがとうございます。ただなんか2階席3階席の前の方にいたのにふっぺ来なかったよって思われるかもしれなくて、それはちょっと誤解を招きたくないので、まあ、別に何も言ってくる人いないけどさ、私ねなんかある程度ね行く通路が決まってるんだけどさ、なんか私みんなも知ってると思うんですけれども、私ね高所恐怖症なんですよ。それで2階席とか3階席の前の方ってもう下がもうめっちゃわーって感じ、崖みたいじゃん。フさんは前の方に行けなくて、メンバーの何人かにもフッピーさんは前の2階席とか3階席の高いところの前の方のエリア、下がスレスレ見える前の方のエリアは行けないからちょっとお願いねって言っといたから、2階席3階席はなんか下が見えない後ろらへんを練り歩きておりました。マジで怖くて。そうなんですよ、感じでしたね。まあでも2階とか3階とかにも自分のファンの人いたのでね、ありがとうございました。いろいろとね楽しかったです。ちょっともう記憶がないぐらいなんですけど、ちょっと何がありましたかね、もうマジで記憶がないぐらい疲れた。あそうだ、今回は年代別で、そう年代別でいろいろやって、まあ、共通のね曲、最新の曲とかは共通でねやってたりしたんですけど、今回は告白心拍数が1曲目っていうことで、なんかこう選抜メンバーが前でね
しかも今回今まで MV 衣装の銀のやつだったんですけど、そう今回新衣装を作っていただいて、そう全員に新衣装あるんですけど、選抜は選抜の衣装が新しく作っていただいて、なんか今週末にある握手会でさ、告白心拍数の衣装を着るよって言ってたけど、なんかちゃんと言えなかったのは、新衣装も着ようと思って1日目は MV の衣装で、2日目は新衣装を着ようと思って、これは初お披露目だったんですよ。そうミュージックビデオの時じゃなくてね、なんか自分だけの新衣装がもらえたのがね、すごい嬉しかったですね。ちゃんとここ胸に心拍数の表示とかあったりしてね、可愛いので、それを今週末ね着ようかなって思ってますね。そう、まあそんな感じで告白心拍数から始まって、まあそれもファンの人に見てもらえてよかったなっていう風に思ったし、あと告白心拍数の衣装のねカラーが2パターンあってね、確か紫と赤なんですけど、私は赤のね衣装で、それがすごい嬉しかったですねそう、あとユニット、毎年なんかユニットとかなんかあるんですけど、今回は鬼別でシャッフルっていうことで、1日目はドライチさんと花火は終わらないやらせていただいたりとかね、いろいろしたなって感じですね。あと毎年ダンスブロックみたいなの、あダンス曲みたいなのあるけど、特別ないつも1曲だけダンスみたいな感じだけどさ、そうで前回はさ、こうハンドマイムみたいなのしたじゃんハンドマイムっていうのこういうトゥン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 みたいなやったじゃないですか。私はねダンスブロックみたいな感じでダンスだぜみたいになってたのでね、それもめっちゃ緊張したんですけど頑張りました。そう、2日目はザクロ10期の子たちとやりまして、ザクロのね一番最後のさやつあるじゃないですか、難しそうな手があるじゃん、あれもう間違えたらさもう全部が台無しになるじゃん。だからもうみんなで何回もすごい練習してさやったからさ、間違えなくてできてよかったなって思いましたね。あとはバンドブロックもさ今回すごかったでしょう。バンドやっぱさ全曲バンドいてほしいなっていうぐらいさ、なんかバンドってすごいよね。なんかもちろんさバンドじゃなくてもすごい素敵な楽曲だけどさ、まあ、数曲さバンドブロックがあってバンドでやったんだけどさ、なんか1曲目から最後までバンドいてほしいぐらいバンド良かった。やっぱなんかね生でそこで弾いていただくっていう、なんかこうドラムとかベースの音が心臓にさ響いたりとかさ、なんかこうねやっぱいいよね、すごい生の音ってすごい素敵でしたね。しかも生演奏のさそのバンドブロックは特別にそこでユニットをやらせていただける人が何人かいて、そこに選んでいただいたので、昨日最終日なんですけど、そう昨日はだから万華鏡っていう曲をね生バンドで披露させていただいて、まあ、すごい素敵だった。万華鏡のね音自体ももともと素敵だけど、それを生演奏で弾いていただけて、素敵な楽曲がさらに素敵な楽曲になって、すごいそこに選んでいただけてねよかったなって思ったのと、多分ファンの人すごい万華鏡好きなんだなって思ったのがさ、万華鏡のイントロがさ始まったらおーってめっちゃみんな言っててさ、ファンの人が、そうそれがすごい嬉しかったですね。そうみんな好きなんだなって思って、嬉しかった。制服の目でやってるやつだよね。私はでも出たことないしさ、そうしかも万華鏡って結構さ、まあ、難しいからさやっぱ表現とかもそうだけど、うん、でもの、そうだからリハーサルの時からなかなかうまくいかなくてさ、万華鏡苦手だって思ってたんですけど、本番はめちゃめちゃこれまでで一番上手くできてさ、そうもう最高でした
最高でした。そう、ファンの人も喜んでくれてたから万華鏡すごい嬉しかったなって思いましたね。そう、めっちゃ緊張したけどね、やっぱプレッシャーもすごかったし、まあ、そこのブロックね、まあ、全員ができるわけじゃないし、ね、選んでいただいたものだから、うん、マジでプレッシャーに押しつぶされそうだったけど、すごい楽しかったし、本番本当にこれまでで最高なのができたから良かったなって思いました。ありがとうございます。うん、楽しかったな、素敵だったな。そう、詩人とかもさ、みんなでやったけどさ、詩人もバンドだとより盛り上がってね、すごい嬉しかったなって思ったし、ほんと素敵ですよね。もう本当に毎回全部バンドいてほしいぐらい、すごいバンドっていいなって思いました。やっぱ生の音ってすごいいいなってすごい思った。思いましたね。そう、2日目はザクロやったし、あとシャッフル、3日目はシンフォニー。シンフォニーほんとに大好きっていうか、パッションフォーユーの歌全部好きなんですけど、シンフォニー好きだな、あの曲本当に好き、可愛いし、いろいろ嬉しかったですね。そんな感じですよ。チーム曲もね、やらせていただいて、カップリングのチーム披露させていただいてさ、そう、嬉しかった。恋の哲学者 CD はおしりんさん参加してないんですけど、今回は参加できたので、おしりんさんの哲学者もレアです、めちゃくちゃ。そう、まあ、そんな感じですよ。本当にでもね、あの万華鏡の衣装も初めて着て、オリジナルのちゃんとしたやつ着たんだけど、もうマジで鬼の早着替えなの、あそこのブロックだから。写真撮る時間がマジでなくて、集合写真も撮れてないし、もう本当に詩人、途中で詩人履けて早着替えして出て、でまたすぐ次一曲着替えで次の曲出ないといけないから、そうだからもう写真がなかったから、万華鏡カメコじゃないかな、カメコじゃないね、だからさ、もうって感じなんですけど、あの心にとどめておいてくれたら嬉しいですね。そう、またね、カメラマンの成田さんとかがね、撮ってくれてたらあるかもしれないんですけど、そう、本当に写真撮る時間がなかったからね。しかもさ、毎年とちょっとさ、まあ、違うのはさ、毎年さ、まあなんかシングルとか披露するってなってもさ、まあその楽曲ごとに選ばれた何人かでやっていくみたいな方式が多いじゃないですか、毎年ね。だけど今年はほぼ全曲、シングルとかもほぼ全曲全員出てやるみたいな感じだったから、本当にみんなも全然もうずっと出ずっぱりみたいな感じだったし、しかも時間聞いてびっくりしたんだけど、今回毎日3時間半超えの、最終日とか4時間ぐらい公演してたらしくて時間あんまライブでは聞かないよね。ライブって結構2時間半とかが多いから、3時間半ぐらいやってたらしくて、もうそりゃすごいエネルギーを使うコンサートだなって思いました。そうだからもうみんなも一番すごい疲れてただろうし、そう本当にすごいなって思います。そう本当に今回はこれまでで一番すごかったなって思いますね。まあ、毎年こうね更新されていくけどさ、大変さが今年すごいすごかったなって思いました。みんなもこんなね盛りだくさんだとは思わなかったと思うし、まあでもみんなね、
みんな結構なんかバンドブロックで結構終盤かなみたいな感じで思った人いると思うんですけど、そっからまだシングルがあってアンコールもあってみたいなね、すごかったですよね。出てる方もずっと出てるなって感じでしたね。なんか毎年結構、去年とか特にリクアワとかだったからさ、裏で結構時間があったり写真撮る時間だけど、今回マジで写真撮る時間なかった。そう、いやすごかったな、ほんまに。円盤化したらいいのにね、毎年。まあなんかここ数年の5年間分ぐらいのさ、2020コロナの時はできなかったから、その12周年、まあ他の公演とか難しいけど、なんか13周、ん、何年だ、もう分かんない、もう忘れたけどさ、まあ十何周年ぐらいのさ、コンサートぐらいからさ、全部をまとめてちょっと DVD とか出したらめっちゃ売れそう。そう、まあ、12周年の時のなんかあれは他の公演の権利がどうのこうのとかでも難しいかもしれないけどね、それ以降の SKE のコンサート全部ここ 4,5 年のまとめて DVD 出したら売れそう。自分も欲しい。そういう感じですわ。まあでも本当にもう出し切ってもぬけの殻って感じです。今はもうほんまにヘトヘトです。今もう今日ね14時間ぐらい多分寝てるんだけど、それでもまだ寝れるぐらいは眠たいですね。まあでも本当にね、もうファンのみんなもすごいね、ありがとうですね。そうですね、みんなに、本当にファンのみんなにもね。でも今回は本当にファンの皆さんもね、喜ばせることができた素敵なライブだったんじゃないかなって思いますね。ファンのみんなも結構、まあ、ブログとかはね書けなくてね、寂しい思いをさせてしまったと思うんですけど、それをね待っていただいただけあったかなっていう風にね思いましたね。本当にありがとうございました。本当に、うん、やっぱりねライブが最高なのでね、ライブを楽しみにねしてくれたら嬉しいですね。そう、ポジション今回は初めて選抜としてのポジションだったからね、すごいいつもよりね見えるところもあったし、歌割りもあったしね、それも初めてでしたね。選抜しかないからね、ほぼ歌割りはね。そう、それもありがとうって思いましたね。やっぱ選抜になると CD を歌うだけじゃなくて、こういう風にねなんかね、ことあるごとにそれを実感できますね。コンサートだけじゃなくて、うん、だからやっぱりね選抜に入るっていうのはねすごく大きなことなんだなっていう風に思いましたね。ただ CD に入れてちゃんちゃんじゃないっていうね、まあ、観覧車とかもそうだし、何にしてもこういう風に選んでいただけるっていうね、コンサートでも素敵な位置で踊らせていただけるし、そう、そんな感じですね。本当に、でもまあちょっと一休みしたら明日、明後日はもう私は鉄なに出ますし、その後私はまあそれも発表されたけど、
おしりんさんのね凱旋ライブ焼津に行かせていただいて、またそれもねこの前みたいな感じで何数人選ばれていくんですけど、びっくりしたのはまたなんかイベントみたいな感じにお邪魔させていただけるのかなって思ってたら、今回は全然違くて、そうなんか SK だけど、しかもしっかりした今回みたいなホールでのコンサートということなのでね、またしっかりリハーサルとかも多分始まると思うので、すぐですね、言ってももう来月なので、それも頑張りたいなって思いますね。そう1200人のキャパでしっかり SK だけのコンサートなんだって思って、そう何かのイベントに数曲お邪魔させていただけるのかなっていうイメージだったんですけど、すごいびっくりして、でもそこにも選んでいただけたのでね、おしりんさんの最後本当になんか、うん、私がどうとかじゃなくて本当におしりんさんがおしりんさんのことだけを思ってやりたいなって思います、うん、って思いますね。しかも今回無料っていうこともあって、そうすごいすごいですよ、すごいことが起こっているって感じですね。しかも1000人ぐらい入る、1200人ぐらいのキャパらしいんですけど、すごいですよね。もうチケットもうパッてサーバーとかもダウンしちゃったりして、すごいですよね。そこをね8人とかで頑張って盛り上げるから、でもパンパンなのはもう確定してるから、本当に頑張んなきゃなって感じですけど、頑張りたいと思います。そこでもそう、まだライブは続くのでね、頑張りますし、あと年末シャッフル公演があるので、もうそれもレッスンがねそろそろ始まるので、チーム E とチーム S を覚えなきゃいけないから、本当にマジで覚える一山超えてもまた一山って感じなんですけど、まあ、今日一日たくさん寝れたので、ちょっと回復できたのでね、また頑張っていろいろ覚えていきたいなって思いますね。そう、あとはまあ今週末ファンのみんなにも会えますしね、楽しみですね。幕張メッセに行くのは最後なのでね、そう幕張で会える皆さんと会えるのをシングルで楽しみにしています。そう、あとはアイドルスクエアもあるし、ほんまにいろいろありますね。頑張ります。ファンの人も3日間来てくださった人もいると思うし、何日か来てくれた人いると思うんですけど、ファンのみんなもすごい今回のコンサート大変だったと思うので長くて大満足だったと思うんですけど、しっかりね休めるときにね休んでほしいなって思います。うん、そう、まあ、でも楽しかったです。本当にもう今回やばいって思ってたんですけど、もうスケジュール的にもすごいって思ってたんですけど、なんとか乗り越えることができてです。そう、そういう感じですね。昨日のライブ目から汗だよね。そう、あとまあ2日目にね私はセンターをさせていただいて、さやちゃんと一緒に12月のカンガルーをさせていただいたんですけどね、それも嬉しかったですね。歌もしっかり歌唱し、そうなんですよ、万華鏡とかもソロあったし、そう、でも本当に最近はボイトレをさせていただいているから、前よりなんか声が出しやすくなって、先生に感謝だなって思いました。
う感じですね。でもほんまにみんなすごいよね。みんな本当にすごい。なんか自分だけじゃなくて本当にみんなに頑張ったねって大拍手を送ってあげてほしいです。マジで SKE ってすごいなって思いました。どんなに辛くてもみんなやり遂げるだもん。すごいよ。そう、自分だけがすごいんじゃなくて本当になんか SKE って本当にすごいなって思った。若い子たちもみんな頑張っててさ、本当にみんな一人一人素敵だよ。本当に本当にみんな、もう誰だけがすごかったとかじゃなくて本当に全員がすごかった一人一人と思いました、うん。あとね、まあ3日目は昨日なんですけどね、そういろんな発表がありましてね。まあ一旦ねオーディションで25歳まで OK になったのはすごい、そういう嬉しかったですね。ちょっとそれは喜びました。めっちゃやっぱ年齢によって何かを諦めるみたいなのはね、ちょっともったいないなって思うからさ、25歳まで入れる SK は素敵だなって思いましたね。うん、マジで素敵。おしりんさんだね。ふさももう残念なんよ。ふさももう26歳だからさ、今 SK じゃなかったで SK 入れてなかったんですけど、いやでもねいいことだと思います非常に、うん。なんなら無制限でもいいぐらいですね、うん。年齢で夢を諦めないのは素敵だし、でもね、まあ年齢制限があるにしても結構レアなね、高めのね25歳まで OK っていうのは素敵やね。結構もう最近は20歳とかさ、21、23とからへんだったりとかするからさ、いいですよね。そんな感じです。まあもうとにかく一旦頑張ったから自分を褒めたい。でもまた覚えることがあるけど、一旦はそうです。遠征のおかげで、あ、そう、未完全 TV も昨日、おとといやりまして結構ね盛りだくさんでしたけれども、心拍数もテレビ初披露だったし、いいタイミングでありましたね。お花屋さんでのロケなんですけど、仲良しなメンバーとだったのっていうのもあってすごい楽しかったし、そう、さんマジで運いいんだなって思いました。お花の知識なんか何もなかったけど、でも本当に運だけがいいんですよね。運の良さがみんなに証明できたかなって思います。なんか番組とかあるたびに運がの良さを発揮する運だけ、いやすごい楽しかったですね。また次週もね続きで出るのでぜひ見てくださいね。未完全 TV ロキポでも見れるのでぜひ見てください。そう、次も出るんで、次週じゃないんで隔週だからね、次回っていう言い方の方がいいと思うんですけど、そう、ぜひぜひ見てくださいね。楽しかったな。めっちゃ暑い時だったんですけど、すごい楽しかったですね。お花屋さん、花屋さん大変ですよ。でもうん、お花屋さん、じゃあ、そうだそう、あのプチカフェのねチャーハン食べてくれた人もたくさんいて嬉しかったです。まあちょうどねコンサートの日だったから、その日は9時ぐらいからね朝からやってたらしくて、そう、なんかコンサート
来る前にそのチャーハン食べてから来たよみたいな人もいてね、嬉しかったです。タイミングが良かったね今回、嬉しかったです。そう、だからまあ観覧車にね乗ってからコンサート来てくださる方もいたし、そう今回はなんか去年とかね確か2回公演とかだったっけ、違ったっけ忘れたコンサート2回公演の時とかがあるんだけど、今回は違う瀬取りで1回公演だったから、まあ、ファンのみんなにとってはね、まあ、メンバーはね朝からねあの準備とかがあるからあれなんだけど時間ないんだけど、ファンの人からしたらねその日夕方までは時間があるからね、お昼とかもなんかこうチャーハン食べに行ったり観覧車乗ったりしてちょっとゆっくりしてから夕方ライブみたいな行動ができたから、ファンの人がすごいね観覧車乗ってから来てくれたり、プチカフェでご飯食べてから来てくれたり、なんかこう人楽しみしてからあの来てくれたのもすごい嬉しかった、よかったなって思いましたね。そうちょうどね、うん、そういう感じでしたね。そういう感じ。まあとにかくねお疲れ様という感じですね。そうぜひねライブに来た人も来てない人もねニコ生の方でアーカイブが見れるので、今回ね配信私もないと思ってて、メンバーもね結構あるの知らなくて、結構ね終盤ら辺で配信あること知ったんだけど、配信もあるのでぜひ見ていただきたいですし、まあ亀子さんもねいると思うのでね徐々に上がっていくと思うので、まあ、早めに上げてくれたらちょっとインスタとかで使いたいなって感じなんで、亀子さんもしいたらねあの写真早めに上げてもらうとインスタとかで使いますって感じなんですけど、いろいろありがとうございました。なんでね何回も見てくれたら嬉しいなって思います。配信もあるのでね、そうそういう感じ。私は一旦整体に行きたいです。実は今日早くあの夕方からお仕事だったので午前中起きて整体行こうかなって思ったけど、マジで起きれなかった、本当に起きれなかった。まあでもいろいろと盛りだくさんで楽しかったですね。そう今回新衣装は2着作ってもらってさ、チームのさあのふわふわのやつ、あれもうマジめっちゃ可愛い、あのチームのやつ本当にさ可愛い、あの衣装これまでの衣装の中でもダントツぐらいめっちゃ好き。あの各チームのさフリフリのキラキラのやつあるじゃん、チーム曲披露する時にあったあの新衣装もあれもめっちゃ可愛い。ほらあの他のチーム見ててもめっちゃ映えるなって思う、あれめっちゃ可愛い、やばい。あれそう告白心拍数も新しい衣装だから、またあのなんか SNS とかにねあげますね写真、あれもかわいいよ。そうあれもめっちゃかわいい。なのでまあみんな配信とか見て余韻に浸ってくれたらいいなって思いますね。
すごい自分にご褒美はみたいなコメントがさっきから来るけど、自分にご褒美はなんだろうね。でもなんかこの期間、ライブの期間、本当に自分の体のケアにお金を使うのを厭わないようにしようと思って、私何回も言ってるけどさ、バースっていうさ入浴剤あるじゃん、あの強炭酸のやつ、もうあれをさ毎日使ってました。あのでかいやつ買って、前まではなんか6個ぐらいしか買って入ってないやつをちょっと特別の時に使うみたいな感じだったけど、この期間マジで毎日使ってて、でかいの買って毎日使って、そのでかいのもなくなってどんまた買ってみたいな、3000円ぐらいするんだけど、それ買ってとかしてましたね。そういう日々のことやってて、そうですね、ご褒美、確かにひつまぶし食べに行きたいなんて言ってたんで、ひつまぶしは食べに行きたいですね。で今月はもう休みという休みがないので、今月はもしかしたら無理かもしれないですね。もう新チームじゃない、シャッフルの振り入れもあるし、おしりんさんのリハも始まるし、トーク会があって、やばいや、もうね、ちょっと来月かな、行けたとしても、そう鉄男もあるしね、もうちょっと休みがないんだよ。感じですね。まあちょっとうなぎはね、またちょっと落ち着いたら食べたいと思いますね。まあでも絶対食べたいですね。まあ一旦整体に行きたいです、私は。そうそう、アイドルスクエアもあるからね、マジでね、やばいんよ。そうするともう多分年末になるでしょ年末になるから、そうするとすごいすごいんだよ。今月ももう休みがないっていう、私から、これまでの私からしたらありえない言葉が出ている自分から。そう、あと普通の握手会プラス全握もあるから、そうみんなより1個握手会が多くて、善悪もあるし、シャッフルのこともあるし、おしりんさんのこともあるし、ちょっとお休みがないかもですね。まあだから、まあちょっと時を見てって感じですね。でもめっちゃ忙しい時にさ、無理に行ってさ、なんか心からうなぎを楽しめないのも嫌じゃん。なんか解放された気持ちでさ、なんかさ、ひつまぶし食べたいじゃん。あ、なんかこれ食べ終わったらすぐ帰って練習しなきゃとかさ、 あれもあってあれもあってってさ、なんか考えることがさいっぱいでさ、時間がない時にさ、なんかひつまぶし食べてもさ、なんか心からさ楽しめないからさ、いろいろ終わってさ、ほっとした気持ちでさ食べたいからさ、まあもうちょっと落ち着いたら行こうかなって思いますね。せっかくならね、まあ、ワンチャン年明けてもねいいかなって思ってますね。今年が難しかったらね。カジケン、カジケンまで K2 全然食べてないみんな私でもカジケン普通にコラボ始まってプライベートで2回行ってリハでも食べてって感じだったんですけど、私本当にね心の底から K2 が一番美味しいと思うんですけど、多分ね辛いの好きだからっていうのもでかいと思うんですけど、私もう真っ赤にして食べますからね。まあでも、まあでもぜひね食べてくれたら嬉しいですね。そう、カジケンのカードももらいましたよ。キラキラ当てた人もいました、ファンの人で。キラキラいいですね、プロ野球チップスみたいで可愛いです。キラキラのカード
まあでも楽しかったです。トータル楽しかったので、よきよき。あとなんか昨日の映像とかも撮っててもらったさ、メンバー用の映像とか見るじゃないですか、定点とか。なんか全員でさ踊るじゃん、シングル曲とか。マジで SKE のダンスってパワフルだなって思いましたね。なんかいろんなアイドルさん見てきても思うけど、 SKE が一番なんか迫力がある踊り方してて、見ててすごい気持ちいいなって思いました。もう自分が SKE 脳になってるのかもしれないけど、すごい見ててさ、すごい体育会系だなって感じの踊りで、すごいですね、気持ちがいいです。もう誰も髪ぐしゃぐしゃになることとか嫌がらないし、すごいですね。だからなんかシングル曲とかをみんなでやると迫力がすごいですね。眠にゃんこ。まあもうちょっと話したら終わろうかな。鉄な頑張ろう。あさっては鉄なに出ますので、よろしくお願いします。ちなみに今回はライブはちょっと大人っぽい、大人っぽい。え、タワー来た。タカリンさんが送ってくれた。え、かわいい。にゃん、ワンコ、ワンコ、ワンコタワーだ。え、違うかな、猫かな。これ なんだこれは。猫か犬かわからない。猫か。パグとかにも見えるけど。かわいい。なんか犬とコラボしてるんかな、犬か猫か、なんだろう。何はともあれかわいいですね。あ、ね、犬かな、犬か、犬の中に描こうか。これに書いた。ありがとうタワー。スクショタイム。ほらこれ。あ、ホイップが乗ってる。かわいいでしょ。猫ケーキ、え、猫だって。かわいい。スクショできたかな。あ、取れた。さんのパフォーマンスに釘付けになったよ。最高の推しでした。ありがとう。ありがとう。楽しかったね。でもみんな今年も一旦大山は乗り越えたということで、お疲れ。マジでお疲れ。
自分もお疲れ、マジで頑張った、ふさん。そうです。そう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 。ありがとうみんな。ありがとうみんな。ありがとうよとにかくすごいコンサートだった。写真補正、あ、写真補正ありがとう。いろいろありがとう。明日は休みだからアーカイブぜひぜひ。体が震えてコンサート嬉しい。まあ震えるよね。今回ね、すごいもんね。振り返ってみてもすごいもんねって思う。だから本当にみんなよく頑張った。みんな、私だけじゃない、もう全員全員がよく頑張った、よく頑張った。全員がよく頑張ったし、みんなにスポットライトが当たってよかった、よかった、よかった。嬉しいです。それが みんなすごかったよ。本当に本当にと思いました。まあでもひとまずね、ね、無事に終えられたからよかったよ。ファンの人もね、楽しかったって言ってくれてる人がいっぱいいるからね、よかったです。まあただね、3日目、昨日はね、ニコニコ笑顔で終われたらもっと素敵だったなって思うけど、そこだけちょっとね、あれですけど、まあ仕方がないですね。そう、バブルにも書いたけど、やっぱり48グループなんで SKE も、まあ大きいライブの後にはサプライズがつきものじゃないですか。私もオタクだから分かります。 AKB のコンサートずっと昔から見ても、なんかね、最終日の日だったりね、千秋楽だったり最終日だったりはババンって特別発表みたいな感じのがつくのが48グループだから、そうだから、そうそうです、そうです。受け入れるしかないです。そうです。まあでもただね、私はみんなもそうだと思うんですけど、もう本当に K2 が大好き人間なので、いつも私言ってると思うんですけどK2 大好きって本当に K2 がね、大好きなんですよ。そう、全てにおいてね、うん、だからすごい寂しいなって思うし、みんなで頑張ってきたレッスンの日々とかもあったから、もうちょっとオリジナルメンバーで、元々の今の公演やりたかったなって思う。でもみんなもそうだと思う。 S だってそうだし、チーム E だってそうだと思うし、どのメンバーもそうだと思うんですけどね。まあ結構さ、数ヶ月間さ、その公演に向けてさ、毎日さ、みんなで頑張ってきたじゃん。だからもうちょっとね、もうちょっとね、オリジナルのメンバーでオリジナルの自分たちの公演やりたかったなっていう気持ちもあるし、 K2 大好きだから、 K2 今の K2 でもうちょっとやりたいなっていう気持ちもあるけど、でもみんなそうだと思うしね。でもね、そう決まったことはもう
仕方のないことだからね、受け入れて頑張るしかないなとは思いますけど、まあでもこういうふうに思えるっていうことは、なんかなんて言ったらいいんだろうね、こう泣くぐらいさ、なんか後輩とかもさ、昨日キョッピーがさ隣にいたけどさ、キョッピーもすごい泣いててさ、でもさ、なんか泣く、自分もすごい泣けてきたんだけどさ、泣くってことはさ、泣くぐらいさ、チームの今のチームのことが好きってことじゃん。いやそれめっちゃ素敵なことだなって思わない？組閣するぞってなって、イエーイ組閣だバイバイって感じじゃなくてさ、自分はこのチームが好きなんだって涙が出るってさ、すごく素敵なことじゃない？後輩の子たちもすごい泣いててさ、それだけ自分の今のチームに愛があったっていうことじゃん。もうそれってすごいいいことじゃない？でなんか思った、家に帰ってみてね、最近ね入ってくれた後輩とかがチームが離れるの寂しいよって泣いてるってことは、それだけみんなで気持ちを一つに、なんかこう素敵なチームで入れたんだなって思ったら、すごいなんかそう涙が出るほど寂しいって思えるように、毎日みんなで頑張れてたんだなって思ったら、本当になんかね思ったし、自分も涙が出るほど K2 のことが好きなんだなって思いましたね。なんかね、何が嫌とかではなく、そうあの涙は 何が嫌とかじゃなくて、本当に今の K2 が好きだよっていう涙っていうね。そうだからって思いました。でもみんなも冗談だなと思って、それだけ自分のチームに愛があるっていうことはいいことですよね。私も K2 がそれぐらい大好きで、毎日 K2 でよかったなって思えているから、そういうそのね涙です。本当に考えればね、考えるほどいろんな気持ちはありますよ。ずっと K2 でいたいなっていう。でもまあ、難しいですね、言葉で一言で表すのは。でも次もなんかね、でもよく言われるんですよ、でも組閣するって言うけどフッピはまだ K2 かもしれないよみたいな、あの言葉を見たんですけど、自分がもしね次どこに行くかまだわからないし、そうもしかしたら違うチームになるかもしれないし、もう一回 K2 かもしれないんですけど、でももう一回 K2 だったとしてもメンバーは K2 じゃないじゃないですか、今の。それはもう K2 じゃないんですよ今のそう、名前は K2 だったとしてもメンバーがね、K2 今の K2 じゃない時点でもうそれは K2 じゃないので、そうなんか分かりやすく言えば、なんか今度シャッフル するけどチーム全体でシャッフルするじゃん。なんかだからさ、チーム K2 全員で S の公演とかやるじゃん。それでさ、チームなんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんですかね、そうなんか名前は一緒でもメンバーが違ったらもうそれはそうじゃないっていう、そう違うからなんか K2 がいいっていうのは、名前が K2 がいい、チームが K2 がいいっていう意味じゃなくて、今のみんなでやるチーム K2 が好きっていうことなんですよね。そうだから、そう自分が他のチーム行く行かないはなんかそういうのは関係なくて、そうそう、まあでも残り本当に思ったよりも期間があっという間で、もうね、すぐいろんなことがすぐじゃないですか。だから本当に今の K2 でできる時間がない公演ももうちょっとしかないって思うと、あれだけど、もう一日一日噛み締めていきたいなって思いますね。
でも本当にね、そう ケツのね、なんかいろんな空気感とか好きだったんですよ。本当昨日もババってちょっとバブルに書かさせていただいたんですけど、ライブの時に疲れるねって言ってお水休憩やったりとかさ、なんか MC も自由な感じだったりとかするの大好きだったし、そういうのを先輩が作り上げてきてくれた独特なチームの感じがあるじゃないですか、K2 といえばみたいな、まああいうのが自分はすごく居心地が良かったし、過ごしてて楽しかったし、そう、うん、だからなんかいろんな気持ちがあるけど、受け入れるしかないですねと思います。でも別に誰が嫌とかそういうのではないですね。今なんか選抜メンバーに入ってさ、これまではさ、選抜じゃない時はマジでチームの人としかさ会う機会なかったの。よく言うじゃないですか、チーム違うから全然会わないねみたいな。だからさ、本当にさ、選抜じゃない時ってさ、あの同じチームじゃない人とマジで仕事一緒になることなくてさ、公演もないからさ、本当に仕事一緒になることなくて、数ヶ月ぶりにこんにちはみたいなの全然あるんですよ。そうだから他のチームの先輩と ほぼ話したことないみたいなのもよくあったんですけど、なんか初めて選抜メンバーに選んでいただいて、他のチームの先輩とかともさお話しさせていただけるようになってさ、なんかこの先輩こんなに優しいんだとかさ、こんなに面白いんだとか、こんなに話しかけやすいんだとかいうことも初めて思ったからさ、なんかどのチームになってもなんか先輩たちとも仲良くしてなんか生きたらいいなって思いますね。そうだからなんかね、本当になんか誰が嫌だとかそういうのではなく、本当になんかそういう気持ちです。誤解がなく伝わると嬉しいなって思いますけど、そんな感じ。もう SKE の人みんななんか優しい人ばかりだから、どのチームになってもね頑張りたいなって思うし、でも K2 としての時間私ねすごい長かったからさ、これまでやってきた思い出は消えないから、そう、これまでの思いも胸に馳せながらまた頑張りたいと思いますね。うん、ただ、ね、先のことを考えすぎてもなんかなるようにしかならないので、マジで自分って大人になったなって思う。なんか昔だったらね、だからあれ、もう本当に最近マジで大人になったなって思うんですよ自分なんかいろんなことをなんかすごく、うん、達観して落ち着いて考えられるようになったから、昔だったら今も受け入れられずにめっちゃ泣いてたかもしれないんですけど、そう、まあ、先のことを考えすぎても仕方がないので、今は今の自分の気持ちは一旦おしりんさんを最高の形で卒業していただくっていうねK2 として、 K2 今もね卒業ずっと続いてて、この前も愛理さんが卒業 したけどさ、次はおしりんさんの卒業を控えてるので、 K2 としてね、おしりんさんって K2 に本当に K2 じゃないですかそうだから本当におしりんさんのおしりんさんの卒業を本当に素敵な形で送りたいっていうのが今の気持ちですね。なんかおしりんさんが K2 の色作っていると言ってもさ過言ではないぐらいさ、おしりんさんって K2 だなって感じするじゃないですか。だから八重洲も大成功させたいし、おしりんさんがねもうすぐいつかわかんないけど卒業公演も大成功させたいし、本当におしりんさんを素敵な形で送り出したい私はって思ってる。うん、今の自分はそれだね。大きいコンサートもさせていただけるけど、本当におしりんさんをみんなで送り出すこと、そう、あと今休んでるみんな、後輩のみんな、 K2 のサーターンもそうだし、サックもそうだし、えなちゃんも早く帰ってきて、まあ、ゆっくり休んでほしいけど早くみんなで集まりたいなって思いますね。
そういう気持ちでございます。本当に K2、 今の K2 の時間もあとちょっとしかないからさ、言うてさすぐ来るよ時間なんてものは、みんなもわかると思うけど、そう、あの本当にすぐ来ると思うから、時間本当に大切に過ごしていきたいなってすごい思いますね。あとは本当にね、毎年そうですけど、ゼップチームのゼップとかあったじゃないですか。本当みんなね、やっぱ何が起こるか分かんないから、私もね思ってなかったですよ。なんかさすがに今後ね、いろんな卒業とかがあるからね、その時のチームを見に来てねっていう意味でね、ファンのみんなにはね、後悔ないようにいつでも見に来てねって言っといたんですけど、来れる時には、いやまさか組閣してみんながバラバラになるなんて私も思ってなかったので、今のチームで、現行のチームでやるコンサートね、ゼップが最後だったんだって思うと、マジでやっといてよかったなって思うし、もうなんかね、もっと早くから分かっとれば、なんか最後ね、もっと最後だなって感じな気持ちでまさか今年の夏のゼップがみんなでやる最後だったなんて、という気持ちと、いや本当にね、みんななんかコンサートとかもさ、いつか行くねとかじゃなくて、本当にねその時々をね大切にしていただけたらなって思いますね。今後何があるかなんてわからないのでね、誰にも、まあ本当に時間も有限ですしね。まあ私は結構先々のことを考えないタイプだからね、まあ先のことを考えてもね仕方がないじゃないですか。だからね、まあ押し合わせるときに押せとか言いますけどさ、別にね先のことなんか誰にもわからないからね、今その時々ね楽しめばいいのかなって思いますね。うん、まあでもね、 K2 でこのシャッフル、チームシャッフルはなんかバラバラでやるんじゃなくて、そのチームでやるから、 K2 で S をやって K2 で E をやるから、 K2 でレッスンすることも多いと思うので頑張りたいと思います。でも他の公演やってみるのは結構大変そうだけど楽しみです。ファンの人にも結構 S とか E のアンダー出てほしいみたいな言われててさ、まあでも誰でも出れるわけじゃないからなんとか思いつつ出れたらいいねって言ってたんですけど、まあ今回出れるっていうことなんでね、まあ楽しみたいと思います。そう、なんか自分がやりたかったなって思ってて曲できるのすごい嬉しいですね。ライブバスターマジでめっちゃやりたかったからめっちゃ嬉しかったし、そう、あとチーム E の声出していこうぜとかさ、ああいう曲ね、 K2 の公演は結構大人っぽいからさ、そう、あんまコールとかもさなかったり、大人っぽ公演 なのでさ、そう、他の公演とまた全然違うのでさ、そういろいろまた楽しみたいなって思いますね。やっぱ私ね、笑って踊る曲がねめちゃ好きなんですよね。そうだから楽しんでいきたいと思います。なんか頑張るわ。まあまた覚えることが増えるから年末にかけてもさ、まだちょっとねショールームとかできないかもしれないんですけれど、ま待っておいてくれたら嬉しいですね。うん、まあでもおしりんさんのコンサートもあるので一旦それをやるべきことを頑張ります。非常にそう、2じゃないよ出ます。今日あのサタンと一緒に出ます。2じゃないよも未完全もいろいろ見てくださいね。
旦今週末はファンのみんなと会えるのでね、ぜひ楽しみにしていますね。楽しみにしていますね。土曜日時間取れたから、え、嬉しい。幕張本当に来てくれてありがとうね。No, oh no. Yes, 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 yes. ね、ココちゃん帰ってきてよかったよね。スポさん今日届いて、え、嬉しい。そう、髪型はね、ちょっとね、本当はね、コンサートまでにね、美容院行きたかったんだけどね、マジで行く時間なくて行けなくて、前髪が伸びたから前髪を流し、ちょっと流して止めるみたいな、初めての前髪やったら、なんかメンバーがみんなめっちゃ褒めてくれて、だから同じ髪型を3日間しましたっていうのもあるし、もうちょっとね、なんかアップの髪型とかしたかったんですけど、3日間あったから、まあ、ツインヒとかしたりポニーテールにしようかなと思ってたんですけど、私って頭痛持ちじゃないですか。で、今回さ、ライブがいつもと違ってさ、3時間半とかあったじゃないですか。だからさ、ポニーテールとかガッチガチに固まったらもう絶対頭痛くなって途中で体調悪くなるだろうなって思ったから、ちょっと自衛をして結ぶのをやめましたね。結構メンバーでももうやばいみたいな、時間が長いからさ、いつもよりコンサートが、だからポニーテールとかしたらもう頭痛くなっちゃったりとかするからさ、今回はおろしで行きました。あとはなんか結構かっこいい曲が多いじゃないですか。心拍数もそうだけど、ダンスブロックあったりとかさ、かっこいい曲があったからおろしの方がいいかなと思っておろしをしましたね。あと本当に頭痛が怖くて、体調不良だけは嫌だなと思ってさ、だからやりました。でもあの前髪してる人、他にメンバーで全然いなかったからさ、ファンの人見つけやすかったよみたいな、メンバーがすごい褒めてくれた、ずっとそれでいいよみたいなそう、だからまあちょっと同じ髪型にしましたね。楽しかったな。まあ楽しかったのでオールオッケーです。オールオッケー。何にも他のこと見れてなかったからな。野球も一切見れてなかったしな。どこが優勝するかな。野球。もうちょっと待って、大谷翔平さんのところもやってるんでしょ、 MLB もねあれやってるし、すごいんですね。すごいですね。
筋肉痛で私も今日はバース使う私もバース使う。バースマジで高いけど、ね、使ってるわね。そうね、日本一どこになるかね。中日は、あ、そう、カープはフェニックスリーグで宮崎行ってるんですよ。マジで、うん、コンサート頑張ったご褒美にさ、宮崎行っていい？マンゴー食べたいな。大丈夫、広島に一旦帰って広島で一休みして新幹線で九州まで行って、そこから宮崎行くから電車で。一旦広島にも帰りたいな。マンゴー大好き。マンゴーってなんであんな美味しいんだろうね。本当にマンゴー大好き。てかフルーツ自体めっちゃ好きなんだけど、マンゴーめっちゃ好き。マンゴー美味しいもん。あ、嫌いな人はいないよあんまり。赤3つ振りまくったので幸せ筋肉痛です。だって私も筋肉痛。本当にマンゴー大好き。美味しいもん。さっきカレー屋さんでマンゴーラッシー。マンゴーラッシー美味しいよね。私も本当に大好き。アシリラシー、そう、アシリラシーとめっちゃいいですよ。アシリらしいと、もういろいろね、もうそういうのもね、頼りに頼ってますよ。アメブロにもあったけどね。そう、いろんなケアのグッズをね使っています。そんな感じですね。まあもう11時ぐらいまでやったら終わりますかね。これを機会にふさんも推しになってくれたら嬉しいですね。握手会も全然なんで、ぜひ来てくれたら嬉しいですね。餃子の王将もセットでマンゴーらしい。美味しいよ。マンゴーらしいわ。美味しすぎた。チャーハンは美味しいですよね。非常に。キュースポさんも嬉しいな。ありがとね、買ってくれて。
すごい後ろにねドドンとありますもんね。3日目釜山の登り売り切れててな。そうなんだ。あの旗いいよね。あの旗ね、買ってる人確かに多かった。っていうか普通にねあの旗欲しいよね家に。あれいいよ、あれ可愛いと思う。めっちゃキュースポさん届くの待ちわびていますって。X でキックオフ日のインタビュー記事流れてくるから選抜って素晴らしい、ね、そうですよ。スーパーとかコンビニにある冷凍マンゴーが好きです。だって観覧車のゴンドラは K2 メンバーが続いて最後に。確かにあれ名前順だもんね。単なる初選抜だけじゃなくて最年長とかカープ女子なんかの話題があるから取り上げてもらえ、いや嬉しいですよね。いろんな場所で記事にもしていただいて、もう思い出、思い出だよ。キュースポ数枚取り寄せて何枚か会社の休憩室に入れてきた。すごい嬉しい。休憩室の新聞とかがよく立てかかってるところね、嬉しいな。そうキュースポさんお取り寄せができるのでね、全国から。私もブログとかでファンの人がまとめてくださったのをちょっとお借りして画像貼ったりしてるので、そこから取り寄せてくれたら嬉しいです。ちょっと自分もね取り寄せようと思います。ちょっと今ねリハの期間でそういうメールとか送れてなかったんですけど、私も取り寄せたいと思います。個人的にキュースポさんずっと応援してくれさるから、いや本当にそう。でもなんか、うん、周りの大人の人にすごく恵まれていますね。そういう面でいろいろとすごいいい人ばかりに巡り会えて嬉しいですね。本当に周りの大人の方に恵まれている、それは本当に感謝。ファンの人もそうだけど外部で出会う皆さんが本当に素敵な方ばかりで、私はすごいね嬉しいなって思ってますね。もう15日か。10月ももう半分終わりましたね。なんか気づいたらめっちゃ肌寒くなってて、服買いに行かなきゃ。本当にやばい。なんかあっという間に秋が終わって冬になる。なんかちょっと肌寒いなって思った瞬間にめっちゃ寒さ増してきてさ、
本当にやばいよ。もう11月になっちゃうよ。ふっぴさんの広島のここがおすすめみたいなこと知りたいですね。あ、やってるんですよ、ヒット広島観光大使も。それも今マジで忙しい日々の中でできてなくて、今週ちょっとまた上げたいなって思いますね。久しぶりにヒット広島観光大使の方もねやっていきたいなというふうに思っておりますね。金木犀も、もうなんかね今日香ったところがあったんだよ、金木犀いい匂いだよね。リハーサルじゃない本番終わったはいいもののさ、まだ忙しい日々続くけれどもさ、まあ、カープがないからさちょっと悲しいね。一段落したから SNS も難しい。確かに、でも一段落が、まあ、マジで一段落すぎるもう明日からもうまたもうやばいよ。2公演まるっと覚えなくちゃ、1公演13曲ぐらいだから26曲ぐらい覚えないといけないんでしょ。やばい、マジで気合いだな。今年サンフレッチマジで優勝しそう。でもサンフレあんま弱い時ないんだよね、毎年すごい強いんだよサンフレ。明日でもう告白心拍数から2週間だよ。もう2週間なんだ。あっという間すぎる。そう、リハーサル、またリハーサルって言っちゃった。明日から他チームの公演のレッスン。明日からとは言ってない。明日からまた忙しくなるだけで。明日からではない。シングルの特典映像見ようと思ってたんだった、家で本番が終わったら。そう、シングルの初回版の特典映像どんな感じか見ようって思ってたんだった。それも見たいですし、見たいことがいっぱいありますね。リリースから2週間ここまでね、本当にあっという間だよね。一個一個本当に記憶に残して大切に過ごしたいと思います。うちのチームにもいい選手回してください。タワレコはお渡し会のやつはあのサインだけはね、あの残ってるし、あとポップ書かせてもらったので、名古屋のパルコにはポップがありますね。ぜひ見に行ってください。大きいパネルのサインもね、まあリリースの期間終わるとね撤去されるかもしれないんですけど、もうしばらくは多分あると思うので見に行ってくださいね。マジで周年終わったから広島に行かせてくれないかな。広島の CD ショップ行っちゃダメ広島の CD ショップに行きたいですね。広島のタワレコとか行きたいけどね。
近鉄バスのタワレコ、私は名古屋パルコにしか訪れてないので、私のサインが見たい人は名古屋のパルコに行ってください。近鉄じゃなくてね、名古屋パルコに、矢場町のとかに栄にあるパルコあるじゃない、そこに名古屋パルコ店しかあれないからさ、そう、私のサインとかポップとかが見たい人はその名古屋のパルコですね。同じパルコでもね、名古屋のパルコじゃないと、パルコじゃない、同じ、もうダメだ、もう日本語もおかしくなってる、脳が終わってるわ、もう、タワレコだ、タワレコ、そう、同じタワレコでも、そう、タワレコだとどこにでもあるっていうわけじゃなくて、お渡し会をしたタワレコにしかサインがないから、パルコに行ったらありますね。そう、同じタワレコもでもね、栄にタワレコ2個あるじゃないですか、栄っていうか名駅か、名駅、そっちじゃなくてね、そう、私がしたメンバーのサインがそこにあるっていう感じなんで、名古屋のタワレコですね、私は名古屋のタワレコにあるので、ぜひ見に行ってください。そんな感じです。まあ今日は久しぶりにショールームができて嬉しかったです。いろんな話ができて、またよろしくお願いします。皆様、一旦私はめっちゃ頑張ったので、いつかそれいけカープの著名、もういつかじゃなくて来年やりたいので、カープの球団にお便り送ってください、今すぐですね、来年。昨日タワレコで思わずここで私がやったんだって一人でつぶやいちゃった、かわいい。そう、今もうみんなマジでもうそれだけカープに選ばれるしかないんですよ、私は。そう、やっぱりみんなぜひね、ちょっとなんかできることやってほしいなって思います。私も少し前にポストさせていただいたんですけど、それをまだまだお知り合いの人とかいたら、あのポスト、リポストしていただいて、なんか球団とかにもお便りとか送ってくれると嬉しいです。本当になんかいつかとかじゃなくて、先々を見据えるじゃなくて、マジで今がもう来年しかないと思っていて、そう、この初選抜っていうタイミングもあるし、もう私は次選抜に入れるかどうかわからないから、正直だからマジで今マジで次入りたいですね、それいけカープにそうだから本当にみんなお願いします。来年2月とかなので、それだけカープに選ばれるように、次も選抜入ろう、そのために頑張る入りたいけどね、もうなんか思い出選抜にならない、ずっと選抜です。そうなると嬉しいんですけどね、今の状況だともう次がもう見えちゃってるというか、もう今はもう絶望なので、もう一個一個思い出にしてる最中っていう感じなんですけど、もうなんかもう見えてるじゃないですか、本気で今回もう全完売しないと。もう入れないと思うから、これだとね、今の感じだとそれができるといいけど、
なかなか。そう、まあそれギカープに来年ね、年明けだとね、もう遅いんだ。年明けだと遅いんだよ。年明けにはもうね撮ってると思うんだよね、それでカープね。年明けのプッシュじゃ遅いから、マジで今プッシュしてほしいですね。そう、多分オファーがあるなら今月か来月じゃないかなって思ってるんですよ自分は。そう、それでカープ、そうシーズン始まるのってだいたい3月ぐらいからで、まあそれ考えたらさ、そう1月2月だともう遅いんだよね。そうオファーして取るってなったらもう10月か11月で、年内に取ってとかじゃないかなって思うから、年明けるともう遅いと思うんですよね。だからプッシュするのは今だから、今月か来月かだから、本当に今ねちょっとぜひ知ってほしいですね、名前を。それでちょっとでもあれだなって思ったらポストを広めてほしいですね。そうだってシーズンってさ3月の終わりぐらいから始まったりするじゃないですか。そうするとさ1ヶ月ぐらい前にも完成してる感じじゃないですか、そういう映像ものって。1、2ヶ月、それで逆算したら1月だともう遅いんですよ。そうだからね、で12月はもう年末になるからさ、なかなかあれじゃん。だからそうすると逆算すると10月11月なのかなって思うんですけど、そうだからもう今なんですよ。来年のそれだけカープに絶対に選ばれたいから、みんなマジでお願いします。 MV の撮影みたいなもん、そうそう、しかもさ MV の撮影と何が違うかってさ、1個のグループじゃないっていうところだと思うんですよ。もうマジで全部想像だからさ、ただの想像でしかないんですよ。選ばれたことあったらね、何月ぐらいに撮るから何月までに言われなかったら終わりだよって感じだと思うんですけど、そうただの自分の想像でしかないんですけど、そう想像でしかないんですけど、まあ、SKE で MV 撮るとかなったらさ、みんな同じチームだからスケジュール組めるじゃないですか。だけどさソレキカブっていうのはさ、いろんな著名人の人がさ出ているからさ、スケジュールも大変じゃないですか。だからさそんなギリにはやらないと思うんだよね。そうギリにはやらないと思うんだよね。だからもう今月か来月だと思うから、私も今年は、去年はちょっと遅めだったんだけど、今年はもうこの間ポストしたんですけど、マジで早め早めにやってるから、そのこの間のポストをもしよかったらもう一回広めてくれたり、まだポストリポストしてない人が近くにいたらリポストするように言ってくれたら嬉しいなって思いますね。やっぱ来年のそれきカープに出て、マツダスタジアムで毎回流れたいなっていうのはありますね。やっぱり今は始球式よりもそれきカープに出たい思いの方が強いですね。まあ、始球式もしたいですけど、始球式がもし決まったとしたらさ、その日にさソルレキカープもさ流れれたらさ最強じゃないですか。そう始球式やった後に7回まで見てたら、また冬っぴがビジョンで見れたみたいな。そうだからやっぱりソルレキカープに出たいです。そうそしたらもし始球式が決まったら2回楽しめるから、絶対に出たい。どうやったら出れるんだろう。なかなか難しい。ソレイケカープって1年間同じ。そうだよ。そのシーズンはずっと同じ映像なんですよ。だからみんなね、ぜひね球団に直接ねなんかお願いいたしますね。どうしたらいいかわからないんですけど、でもカープはあんまり SNS をやってないからね、ハッシュタグをつけてもあんま広まらない気がするんですよね。だからやっぱ直接ね、やっぱ直接メンションするとか、
タグ付けするとか、なんか球団の脳内に直接語りかけていますみたいな感じの方式じゃないとちょっとね調べないかもですね。でも今回は選抜に入ったタイミングですごいいろんな場所の取材にをさせていただいて、いろんな取材の現場でも言わせていただいてるからかなといいなって思いますけど、かなったら嬉しいなって思いますね。その無理だよって思ってたことをお無理じゃなくなったらいいなって思いますね。そう、みんな本当に無理だと思ってたことを叶えられてきてきたから、私は選抜も無理だって言われてたけど、みんなと叶えることができて、広島でのお仕事も無理だって言われてたけど叶えることができたから、それゆきカープも絶対に叶えたいんだよ。そして何事も叶えるっていう気持ちでいきたい。それゆきカープに出たい私。ラジオでも全部のラジオで行っているので見たいなって思いますね。内藤哲也選手ってプロレスの選手いるじゃないですか。同じ試合何試合も見に行っててさ、近くにさ座ってたみたいな時もよくあるのにさ、お会いしたことがないんだよね直接。なんか長良川とかさ松田スタジアムとか同じ日にめっちゃ行ってたりさ、後でポスト見たらさめっちゃ近くに座ってる私っていうことあるんだけどさ、お会いするタイミングがなくて、全然いつかお会いしてみたいなって思いますよ。そう、同じ試合見に行ったりしてるんだけどね、応援できるあれがないんだよね。そんな感じですかね。あと話してないことはないかな。うん、話したか。考えている。10月15日、今朝の中京テレビの情報番組にスキーライブでした。冬っぴもずっと。ホールが発送されたって連絡。え、嬉しい、買ってくれたんだね。
でもライブもほんと3日間さ、なんか完売が全然出てなくて大丈夫かなって言ってたんですけど、なんか最終日は完売してて、チケット1日目と2日目が全然完売出てなかった。でも1日目は、1日目のを見て2日目に来てくれた人たくさんいて、2日目もあのネット分とかも全部売りつみたいでパンパンに入ってて、そう、なんか1日目の時に今日のライブを見て、明日来たいって思ってもらえて、明日チケット完売できるように頑張ろうってみんなでエンジンで言ってたんですよ。だからそしたら2日目3日目とね、パンパンに人が入ってくれてね、すごい嬉しかったです。今回練り歩きもあったからさ、本当に2回とか3回とか行った時にお客さんいなかったらどうしようって思ってたんですけど、本当に1日目を見て来てくれたファンの人がたくさんいて、2日目も3日目もファンの人がいたから、2回も3回もすごい嬉しかったですね。やっぱりコンサートとかもそうだけど、直接ね会いに来てくれるのが一番嬉しいですね。練り歩きできるの、そう、練り歩きもね、コロナでちょっとできてなかったからね、そういうのもねいいですよね。ライブならではですもんね。またなんかさ、なんかマイク持って歌って踊ってる時ってさ、ステージからしか見れなかったりするからさ、握手会とかはさ、まあちょっと握手会とかと話したりさ、メンバーが近くに来るのってさ、全然違う感じするよね。握手会で話すのとさ、練り歩きでなんか近くにメンバーが来るのってちょっと雰囲気違く感じるよね。まあでも練り歩きするのはいいんだけどさ、あれはさ、本当に裏では大爆走なわけですよ。メンバーがもう走って走って大走りみたいな。5席前に EP さん、そう、今回結構ねメンバーとかもね、関係者席でね見てくれたりして、先輩とかも。すごい嬉しかったですよね。この前卒業した愛理さんとかも見に来てくれてたみたいで。すごいね。自分も SKE のライブ見に行ってみたいな。なんか出てると見れないじゃないですか、公演とかも。たまに言うけどさ、時間がない公演とか。そうだけどさ。出てると見れないのよ 当たり前だけど 見てみたいなって思うよね。楽しそうだもんな、 SK のライブ見るの。ファンのマナーがいいからできるんだよ、間違いない。 SKE ファンはすごいマナーがいいと思う。それはなんか見てて思った、なんかマナーいいよね なんかメンバーになっても思う、割となんかね、全てが全てではないですよ、それはね。時にはいますけど、まあでも全体的に見て SKE のファンの人はすごく、なんていうの、マナーがしっかりしているなって思いますね。受付にさきぽんいたけど誰一人叫ばない。え、そうなんだ、マナーいいね、それは。そう、マナーいいよね。そう、メンバーとかがさ、そう、ね、見に来てたりとかしてもさ、そっちばっかり集中してステージ見ないとか、そういうことが起きないからさ、
いいですよね。マナーとてもいいですね。いつからマナーいいんだろう。ちょっとマナーいいのかな、 SKE のファンって。そういうのは要所要所で感じもよく出るけど、なんかさ、ゆうかたんさんが昔さ、なんかステージから落ちた時もさ、なんか劇場のスピーカーとかもバババって落ちてさ、それでさ、やったーとかなるんじゃなくて、もう即座にスピーカー戻してゆうかたんさん押し上げてみたいなのステージ上にファンの人がめちゃくちゃ冷静に対処しててさ、それ、ね、そういうのもめっちゃマナーいいからだろうなって思いましたね。そう、あとなんかさ、メンバーとかがさ、ダンスが激しいからさ、この前もそうだけどさ、ピアスが飛んでったりとかさ、そう、あの劇場公演、周年の劇場の時にさ、熊崎さんのさピアスがポンって客席に飛んでったけどさ、ちゃんとファンの人が戻してくれてさ、ありがとうみたいな。なんかさ、マナー悪い人がさ、もしいたらさ、ちょっとメンバーのだからやった持って帰ろうとかさ、そういうのなくてちゃんと帰ってくるっていう、衣装とかも、衣装とかがもし客席側に行ってもちゃんとファンの人戻してくれるし、本当にそういうの素晴らしいなって思います。そう、持って帰ったりする人いないからね、ちゃんと帰ってくるから、非常に素晴らしいです、そういうところはね。娘たちも後ろで埋もれてたら前に連れ出してくれた皆さんに、優しい。そう、みんな優しいですよね。マナーとても良いなって思いますね。これからもそのマナーの良さでいてくださいね、皆様。そんな感じです。明後日はとりあえず鉄直頑張ります。明日はショールームがちょっとできるかできないかわからないけど、まあ明日はちょっと鉄直を練習しますね。私はいつ以来の鉄直だと思いますか、みんな聞いて驚けって感じなんですけど、私多分2ヶ月ぐらい出てなくて、2ヶ月ぶりぐらいなんですよ、手をつなぎながら公演。そう、が明日練習しなくちゃ。ショコラティエさんの久しぶりの出勤期待確かに最近ショコラティエやってないな私。結構ウィンブルドンにねテニスしに行ったりしてるから、ショコラティエせずに。そう、ウィンブルドンで試合してるから、ウィンブルドンで試合したりとかね、あと、レジの店員したりしてるから、他のバイトしてるからね、ショコラティエの仕事してないから最近は。そこは仕事してるから、テニスの大会で出てたり、レジ打ちのバイトしてるから、ケーキ作ってないから、何になるかしら次のお仕事は。パレオの MV も50、ね、嬉しい。100万回目指して頑張ろうね、みんな。100万回行ったらなんかしたいね。そう、
ピアニストとグローリーデイズはあんまやらない。グローリーデイズはほんまに一回もやったことない。幻のアメピ一回きり。遠い空の嘘のから朝の光が溢れ出す。君すら流れて砂漠の街を満たしていく。グローリーすると全曲制覇ですか？あ、そうです。グローリーしたら全曲制覇ですね。なかなかグローリーはハードルが高いですね。やったことない。グローリーは動きが激しいからやらないのかな。まあでもいろんな兼ね合いがありますからね。グローリーやってる人は逆に他のユニットやってなかったりするとか、そういうのなんとシンポジが発生したりとか、そういう兼ね合いもありますね。そう、この子はこのポジションができて、この子はこのポジションができてみたいな、そういう兼ね合いとかもありますからね。あとはなんかMC の兼ね合いとかね、イノセンス最初から出るとか途中から出るとか、そういう兼ね合いもあるのでね。まあただいろんな事情でが絡み合ってそうできてると思うんですけどね。そう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 、ただこの曲出てないからできないとかいうより、いろいろそう、あそこで MC 挟まるったりするからね、そういうのもあると思いますよ。うん、そう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 。ただね、なんかユニットやるってなってもね、そうユニット、このユニット出るからこの MC 半分から、あ、この MC 出てこの曲は半分からしか出ないとか、そういうのはあるんで。っていう感じです。結局めっちゃやってしまったわ、ショールーム。もうなんか話し足りないことある？私に聞きたいことありますか？なかったらやめます。やめます。終わりにします。なんでもいいですよ。疲れてるだろうから。さあ本当にさあ永遠に寝れるんだろうなって感じですね。さあ押してて本当に良かったよ。とっても幸せです。嬉しい。ありがとうございます。 R1 毎日飲んで引き続き健康に過ごしてください。飲みます。父安さんも飲みます。シアスさんも本当に嬉しいですね。すごい飲んでたから嬉しいです。すごい、ほんと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 本当になんかびっくりですね。広島の会社がスポンサーについてくださるなんて思ってもいなかったから、すごい嬉しいしびっくりしましたね。と思って、
13期オーディションの動画に冬っぴオーディション、冬っぴオーディションだって冬っぴのね、冬っぴのオーディションね、いもいもしかったわ。いつからオーディションなんだろうね。すぐに入ってくるのかな、わかんないけど、まあ頑張ってほしいですね。もう本当にふさんも最近もうなんか本当になんかみんなを見る目がもうおばあちゃんみたいになっちゃったから、今回も12期の子たちが頑張ってんの見てマジでなんか泣きそうになった。ちっちゃいのに頑張ってて偉いなって思って。だんだんそうなっていくんですね。マジで年上の後輩入ってきたら面白いのにな。私年上の後輩だとなかなか難しい。どんな感じなんだろうって感じじゃないですか。私まだ年上の後輩一人も入ってきたことないんですよね。でも今回も25歳までだからさ、年上下の後輩しか入ってこないんだけどさ、マジで年上の後輩入ってきて面白い現象を起きてほしいんですよね。でも無理だ今回も。14期生に期待。14期生は年齢制限を30歳ぐらいにして30歳のメンバーとか入ってきてほしいな。25歳の子がミヤビームとサツキチにさん付けするところ見てミヤビームとサツキチ本当に可愛い。でもみんな可愛い。今回さ、もうやばい、もう11時までやるとか言って結局めっちゃやってるわ。もう結局話しちゃうんだよいっぱい。そう今回めっちゃ長いライブだったからさ、子供たちが出れなくて最後まで3日間とも。それで余計に子供を感じた。8時までしか出れなくて、そう。でもさ、リハーサルはしてたからさ、出たかっただろうなって思うけどさ、特に研究生ね、せっかく練習したもんね。だから出たかったなって思うけど、時間は時間だから仕方がないからね。まあでもね、中坂とかもすごいね言ってましたよ。中坂もあの時代経験したからってめっちゃ大人ぶって言ってました。はい若い子の宿命だからって。めっちゃなんか大人になったなみたいな感じで、ああいう時期は あるからみたいな、めっちゃ大人ぶってました。はい、私には私はちょっとその経験がないので。そう9期生から未成年がいなくなりますね。びっくり。ももたんがいたらね、ももたんがまだまだだけどね。
ももたんがいなくなった今、中坂が年下の中ちゃんに先生って。でもね、なんか誰だっけな、なんかこの前なんだ、そう池田と話したのか、なんかね12期生でね、誰だっけな、あのね、かきれなみたいな子いるじゃん、誰だっけもうやばい、顔にすぎて一生覚えられないよ、あのダンス上手な子、あそう、ユアニャンのことをね、なんかね12期のねみんながね先生って言ってたの、先生みたいな。だからねそれをねなんか旗から見てね、池田がねなんか12期でもメンバーのこと先生って呼んでるんだけど、私たちで言う中坂先生みたいなことなのかなみたいな話してて、えそうなのみたいな、私直接聞いてないから分かんないんだけどさ、先生って呼んでたらしくてさ、12期の中で先生って呼ばれてるのかな、ゆあちゃんのこと。やっぱさダンスできる子はさ、同期の中で先生って呼ばれるあるあるなのかマジで今回のさライブもさ、なんか私だけじゃなくてみんなさ中坂にそんなめっちゃ聞いててさ本当にマジでめっちゃ実感したんだけど、中坂って本当に人にめっちゃ聞かれるんだなって思ってた。私もめっちゃさ中坂に聞くんだけどさ、なんかさ他のみんなもめっちゃ中坂にさ、ね、中坂これってこうだよねみたいなさ聞いたりさ、先輩とかもさ、ね、中ちゃんみたいな、中ちゃんこれってこうだっけみたいな、めっちゃみんな振りか聞いてたり歌詞とか聞いてたりして、なんかめっちゃなんか笑けてきて、本当になんか頼りにしてるの私だけじゃないんだなみたいな、もう中坂って本当になんか大変だなって思いました本当になんか本当に笑けてきちゃったなんかすごいさ、私がよく言うからさ、なんか中坂にめっちゃ頼ってるように思えるけどさ、別に私だけじゃなくてみんな聞いてんのよ、中坂中坂って。マジで今回のリハ期間で何回中坂が聞いているところを見かけたか、もう本当にいろんなメンバーにさ中坂これってこうだっけ、中ちゃんこれってこうだっけ、中坂じゃあ聞かれてたと思うもはや中坂のこと中坂って呼んでないもんな、中坂先生って呼んでるもんな。中坂先生よくバンクしなかった。でもね、中坂のすごいところはね、多分ね、あのなんていうの、嫌じゃないの別に聞かれることが、あの本当にね、だからね、根っからのねそういうあのタイプよ、先生タイプだと思う。先生タイプっていうか、なんかなんて言ったらいいんだろうね、そういうタイプ、なんかその本当になんか、うん、あのそういうリーダータイプよ、ああいう。うん、でもプレッシャーにはそんなあれだと思うから、なんか なんて言ったらいいんだろうね、難しいですね。そう、大変な、難しいです。そうそう、すごいです。でもふいちゃんに憧れて13強終わるな、それはないと思う。私に憧れる人はねいないと思いますね、なかなか。
ちゃんが同期だよ確かに。でもなんか今回さシャッフルユニットするときに思ったけどさ、まあ、休業してるメンバーも多かったからさ、今回ココちゃんもいなかったしエナもいなかったし青海さんも海外行ってるからっていうのもあるけどさ、休憩めっちゃ今回少なくてさ寂しかったそう、まあ、ほとんどがね休んだりしてるからね。ココナとエナがね戻ってきて、青海さん戻ってきたらもうちょっと人数多く感じるけど、まあ、一旦今回はめっちゃ少なかったですね休憩。K2 もそう、 K2 もめっちゃ人少なかったからね。そうえなちゃん復活もしてほしいですね。同期の存在やっぱり特別よ、特別だよ。別だよ。ふっぴのクイズの回答、ほんとふっぴさん本当に覚えられないんだよね人の誕生日とか。なんか新公演とかもさ、すごくさ新公演覚えてるんだけど日付が覚えられないの。でもだからといってね大切に思ってないわけじゃないんだよ、メンバーのことも日付も。ただもうみんなも分かってると思うけどさ、覚えることが多すぎてさ数字が抜けていくんだよ。だからやったことは覚えてるんだけど数字が覚えられないの。立ち位置がもう多いじゃんダンスってさ、何番何番とか数字に囲まれてると数字が抜けていくのよ。だから本当に覚えられないんだよ。そう人の名前、さっきもそうだけどさ、あのカキレナに似てる子が2人いるみたいなもの一生覚えられない。でも覚えてるの、覚えてるけど覚えられないの。でも大切に思ってないわけじゃないんですよ、大切に思ってるだけど覚えられないの。なんでかわからないの。そう。難しいですね。かきれな覚えてる。なんかきれなめっちゃ話しかけてきてくれるしさ、かきれな一緒にラジオやったしさ。かきれな好きよ、面白いあの子。みんな好き、かわいい、かわいい、みんな。松川みゆちゃんとかきれな区別、松川みゆちゃんのかきれなは区別できる。スカーミーちゃんも可愛いよね。みんな可愛い、みんな可愛い、可愛いおばさんになっちゃうわ。新しい子もどんどん入ってくるからまたいっぱい名前覚えないと。本当に人の名前覚えるの苦手だな。どうやって覚えられるんだろう人の名前って。むずいね。松川ちゃん、みゆちゃんと一回野球見に行ったからね。その時にちょっと話したけど。そう。昨日のポストのリーナちゃんとの、そうリーナちゃんと撮ってもらった。なんか撮ったことあんまりないこと撮ってもらおうと思って。いやマジで時間がなくて、いつも楽屋に一瞬帰れたりする時もあるんですけど写真撮りに、本当に袖にしか入れなくて。そうだからもう見つけた人と撮ってもらうみたいな。でも全然名前取れなかったから亀子さんに期待するしかない。最年少が落ち着いてるのは伝統、あ伝統なんだ。
確かに今の12期の子たちもみんな落ち着いてるもんな。11期の最年少リーナちゃんかな。リーナちゃん確かに。そう考えるとモモタンってめっちゃ赤ちゃんだったんだなって感じる。まあ時代もあるかもしれないけどね。モモタンってめっちゃ赤ちゃんだったんだなって今になってマジで感じる。マジで毎日ピンクのさレッスン着できてたしさ、全部真ピンクだったしさ、握手会の泊まりの時にはさぬいぐるみなくと、ね、寝れなくてさ、なんかなんでそんな大荷物なのって思ったらさ、ぬいぐるみがキャリーの中に入ってたりさ、ケータリングでお菓子出るのにさ移動するためだけのお菓子をさ持ってきたりとかさ、なんか暇な時遊ぶようにさみんなスマホとかいじってるのにさスライム持ってきたりとかさ、そうみんな普通にお風呂入るだけなのにさ楽しくしたいからってバブスボム持ってきたりとかさ、めっちゃ赤ちゃんだったんだなって思っただからなんかその感じでさ、可愛いね赤ちゃんだねって言うとめっちゃ惹かれるんだよね最近の子たちに。だからもう時代が違うんだと思って、時代もあるだろうけど最近の子たちは結構大人っぽいですね。ももたんもね、もうなんか卒業するぐらいにやっとめっちゃ大人になったなって思ったんだけどさ、結構子どもの時期長かったですね。そうだから本当に最近の子たちはあんまり赤ちゃんしてないですね。ももたんは本当にめっちゃ赤ちゃんの感じだったけど、そんな感じですね。よし、じゃあ終わろうかな。12時近くやってしまいましたけど、まあ明日はちょっとできるかわからないのでショールーム、まあできないかもですね。はい、なんでまた明後日ですね、私とお会いするのは。手をつなぎながら公演に出演するので明後日ですね。明日は練習をして明後日に備えたいと思います。なんとか生き延びて頑張りたいと思いますみんなもありがとうございました。まあ亀子さんたちがちょっとずつ上げてくれるかもしれないですし、もし撮っててくださってたら、あとなんだなんだ、そうニコ生さんの方ではまだアーカイブもありますので、ぜひアーカイブも見てくださったら嬉しいなって思いますね。ということで今週末は握手会もあるのでみんなに会えるのを楽しみに、私も頑張りたいと思います。手繋げて、あ、てかさてかさてかさ俺さ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。
なんでもないです。なんでもないです。なんでもなかったです。ちょっとまあちょっとまあまあまあなんでもないです。まあでもそうちょっとまあ待っておいてください。ではありがとうございました。皆様良いお年を迎えてくださいね。結局ちょっと長くやってしまったのですが、そろそろ終わりにしたいと思います。アーカイブとかを見てくれたら嬉しいです。あさって頑張ります。さて私が何のユニットになるか予想してお楽しみに。チョコを作る職人になるのか、ウィンブルドンまで試合をしに行くのか、はたまたコンビニでレジを売ってるのか、はたまたグローリーちゃんになるのか、それとも雨を降らす達人になるのか、何になるのか想像してあさってを待っていてください。はい、ということで久しぶりに手伝うのでね、まあ普通に楽しみたいと思います。あれなんでね、あさって2ヶ月ぶりぐらいなんで本当に久しぶりだと思うので、あちょっとね髪型ちょっと盛り上げた髪型にしたいですね。ちょっと最近おろしが多かったので、まあそんな感じで頑張ります。今日はちょっと長くなってしまいましたが、ありがとうございました。配信見ていただいて皆様、ありがとうございました。ではではこの辺で終わりにしたいと思います。みんなもお風呂に入ってゆっくり寝てくださいね。3日間来てくれた人もいると思うのでね、ファンのみんなも疲れてる人疲れてると思うので、たくさん休んでください。ありがとうみんな。あ、男女読み忘れてた。もうダメだ、忘れてました。何位から読んでてるっけ。13回読めばいいのか。はい、どうなるんですかさん、 D バードさん、しげるアットマークさん、大吉48さん、マッカチンさん、チャロさん、ナスさん、帝王さん、田中アニさん、ヨシピーさん、グルービーさん、アポタさん、そしてタカリンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様私はお風呂に入って鉄名を覚えたいと思います。ではみんなまた写真とかもあげますね。まあもしよければカジケンを夜食に食べて寝てください。ではではありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。あそうだ、 TikTok に、私 TikTok に結構上がってるので TikTok 見てください。おやすみ。 YouTube ショーツも上がってます。バイバーイ。